こんにちは。はい、今日はですね、姿浦ショップ内からお届けしております。はい、というのもですね、あの8月の第1子ってのはこんなもんなんですよ。いいんです、いいんです。あのね、まだまだお客様来られてないので、こういうポケット時間っていうのが出るんですよね。もうそういう時間を利用してですね、どんどん YouTube の方をですね撮影していこうと、こういうわけでございます。はい、今日ご紹介するのはこちらです。実は、はい、インパクトのヘッドキャップね、皆さんご存知、こんないっぱいありますけれども、今回ですよ、この2タイプが入荷しました。何がいつもと違うでしょうか。何が違いますか。何が違うんでしたっけ。わからないです。わからない。はい、いいんですよ。インパクトはですね、このなんていうかな、形は共通ですよね。みんな同じなんですよ。うちがやってるのは V2 という一番高クオリティのヘッドキャップなんですけど、この外側ね、外側の部分に好きなデザインを施せるんだ。例えばこんな見て、これシャラクね、絵ですよ、絵入れちゃったりとかさ、こういう、まあ、一番人気だとこういう守り柄ね、守り柄の入ってたりとかっていうのも最近多いですよね。被られてる子ね、だんだんね定着してきたなって感じがしますよ。あのインパクト被ってる子多いんで、子供からもうあの高校生までね、まあ、大学生も被ってると思いますけども、ね、その中でいいですか、これ以外はみんな実はインパクト社さんが持っているデザインのいろんな色違いとかをうちらが、まあ、あの作って、売ってたんですけども、今回はどんなデザインもできますから、今回ですね、日本の女子ラグビー選手ね、この前そのメイキングやったと思うけど、フェニックスのね、東京サンキューフェニックスの選手にアイディアを出してもらって、一緒に開発したモデルがついに入荷してきたんでございます。こちらがですね、サバンナモデルです。いいですか、サバンナモデルってすごいんですよ、これ。ちなみにですよ、あのメイキング見ていただけば分かるんですけど、もう最初手書きですからね、手書き、ほぼ手書き状態のところがこう上がってきたんですけど、見て分かる、サバンナなんですよ。何がすごいって、この今回のインパクト、このインパクトの印のところにもこの緑のね、うん、デザインがついてる。あんま、まあこういうの、ここもすごいけどね、だいたいインパクトの周りって何もロゴ、あのデザインついてないんだけど、そうですね、これは結構これとこれは激しいでしょ、うん、いいんですよ、これ大人気、ぶっちゃけ話かなり大人気でですね、あのもう追加生産を決定したということでございます。でこちらがですね、ワイズモデルですね、ワイズモデル、ワイズさんですよね。あのね、和柄が入ってるんですよ、こちらで、うん、あのね、ちょっとネットで見づらい、ネットのあのね、うちの商品ってみんなこういう形でインパクト持ってるんですよ、うん、ちょっと左こっち向きで、だからこっち向きだとここ白くて何も映ってないんですけど、これこっち側にデザイン入ってますからね、こっち側のデザインですよ。これが渋いですね、かなり渋いですよ。で、あの両タイプとも、入荷したんですけども、結構大人気でですね、いきなり品薄になっておりますけれども、あの追加生産はしてますからね、また入っていきますよということと、もう一つはですね、やっぱりインパクト、まあ、無限なんですよ。ある意味アイデアさえいただければ無限にできますよということでですね、うちが売るとかじゃなくてもですね、例えばご自分のチームとかでですね、こんなデザイン作りたいよなんていうのがあればできちゃうのがインパクトだってことなんですよ。わかります？はい、全然違うじゃないですか、他のヘッドキャップと、はい、他のヘッドキャップ出しちゃったら悪いから、まあいっか。例えばこういう黒一色ね、ネイビー一色っていうのありますけれども、そういうことではない、ではないのがインパクトですよね。例えばこの辺とかそうだけど、ウルフがいっちゃうわけですよね、うん、こういうこれ大人気ですね、この辺とか。もうね、千差万別というか、もうなんて言うんだろうな、すごいみんないろんなこと考えられてていいなって思いますよ、はい、私も現役時代だったら私絶対ふざけたやつ欲しかったんで、こういうね、まあ、前も言ったことあるもんね、私だったらこれでしょうね、いいですね、デイオブデーとね、こういうんで激しくいきたいところですね。というわけでですね、今回ご紹介したのはインパクトデザインなんですけど、インパクト実はあのこのインパクト自体、前も言ったかもしれないけど、もうヘッドキャップ自体がかなりこだわりを持って作られているオーストラリア の、まあ、あの社長トーナちゃんだよね、ある意味飲み友なんだけど、まあ、彼がねすごいこだわり持って作ってるんで、ヘッドキャップ自体もかなりクオリティ高いんですよ。で、一個に気をつけてください、ね、これね、かなりねサイズが、ワンサイズね、なんていうかな、大きめなのかな、なので例えばインパクトのヘッドキャップって XL がないんですよ、うん、
カンタベリーとかで XL で大丈夫、はい、カンタベリー XL の人はインパクトの L で大丈夫です。 L でね。でだから私なんかあの S ですよ、インパクトで。カンタベリー M だったんですけど、うん、私はインパクトで S でいけますっていう感じ で、インパクトは XS から L までなんですけど、だいたい XS ってね、あんまり需要がないってことが最近分かってきたんで、もう S、M、L の3パターンね、これで今展開してますからね。だいたいだから頭ちっちゃめだなって方は S ね、ちっちゃめ寄りだなって人は S、 普通だなって方は M、 大きめだなって人は L、 もうそのぐらいでいいですよ。もう何センチとかより今のが一番分かりやすいと、ぶっちゃけたらね、はいはいはい、なんでちょっとそれを見ていただければいいなということ。あとこのデザインですね、あの今今回されたニューデザイン入りますけど、実はですよ、これあの聞いたんですよ、グリフィン社がやってるんですけど、あの開発シフト行ったらどんどんね新しいデザイン考えてたんで、なんで年にねもしかしたら2回ぐらいはそういう発表会みたいなのがあって新しいデザインが出てくるみたいなので、そちらも要チェックでございます。ちなみに菅平ショップ今日ね超大量に入ったんですよ、もう超大量にあの入荷しましたで、あの来ていただければですね、よりどり緑あの揃ってますので、ぜひですね、実際見てみたいという方がいらっしゃると思うので、ね、もちろん方はぜひ店舗の方にお越しいただければと思います。もちろんですよ、東京店、福岡店、大阪店の方にもご用意はございます。はい、というわけで今日ご紹介したのはインパクトの新しいモデルのデザイン、今回に関しては結構特別ね、あのフェニックスの、女子プレイヤーと一緒に共同開発した2方のご紹介でした。では